えー、今回ですね私がね関わった宗教団体でライディアムーブメントってところがあるんですけどもそのライディアムーブメントの組織運営についてリーダーに不満があるんだったらあの是非ねリーダーの指示に従ってくれみたいなそんなね言葉があったんで今回引用させてもらうんですよでリーダーがもしね判断を間違えたらそれを批判して、えー、口論になるんではなくってじゃ 一刻も早くそのリーダーの指示のもとやってみて結果を見せればすぐにリーダーもあ間違いだったってことに気づくから修正できるんじゃないかなって言ってるんですよ。うん、だからあの会社でもね 上司とか先輩の言うことがなんかおかしいなと思えば思うほどそれを実行してほらこういう結果になりましたよって見せるのが一番いい方法なんだけどもでもそこでねいやでもこういうふうにやってもうまくいかないですよって現場はねこうじゃないんですよみたいな感じで結局くだ巻いてちょちんに赤ちょちんに流れていくっていう、まあ、そんなところがねわ、うん、かるのかなと思います。だだかかかららこううやっっっててもままままくいかないいななんだったら目を覚すす必要があるって、ま、さにその通りかなと思いますね